皆様こんにちは。今回は Android の内部ストレージのメモリーカードのデータを相互に簡単に一括移動する方法をご紹介させていただきます。 Android にマイクロ SD カードなどのメモリーカードを挿した場合に、例えばカメラで撮影した写真や動画をメモリーカードに自動で保存したりすることができるようになります。しかしメモリーカードを挿す前のファイルは内部ストレージに残ったままです。そんな時に内部ストレージに保存されているデータを一括で簡単に移動させることができます。また逆に同じ手順でメモリーカードに保存されているデータを一括で内部ストレージに移動させることも可能です。これを利用することで、例えば内部ストレージ化したマイクロ SD カードを外部ストレージとしてフォーマットする前に、マイクロ SD カードに保存されているデータを Android の内部ストレージに簡単に移動させてバックアップを取ることができます。 Android のデータを一括移動する方法は、まずマイクロ SD カードなどのメモリーカードを Android に挿している状態で、 Android の設定からストレージなどの項目をタッチします。次にデータを移動させる側のストレージをタッチします。内部ストレージからマイクロ SD カードに移動させる場合はマイクロ SD カード、マイクロ SD カードから内部ストレージに移動させる場合は内部ストレージです。次に表示されたストレージページ右上のメニューアイコンからデータの移行をタッチします。すると移動できるデータの容量や移動にかかる所要時間が表示されます。その内容を確認した上で画面右下の移動をタッチします。データの移動が完了すれば終了です。 Android 内部のデータの移動は一括で行うことができるので便利です。特にメモリーカードをフォーマットする場合や Android を初期化する場合に事前のバックアップとして活用すると便利です。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android の内部ストレージとメモリーカードのデータを相互に簡単に一括移動する方法のご紹介でした。